阿蘇の大自然でテイクアウトランチがしたい。コロナ禍の今、阿蘇市の飲食店では素敵なテイクアウトメニューが充実しています。でもテイクアウトしたとしてどこで食べよう？駐車場はあるの？トイレやゴミ箱もあったらいいな。この動画ではそんな疑問にお答えしつつ、阿蘇市でのテイクアウトをより楽しむためのおすすめの休憩スポットを4つのエリアに分けてご紹介します。今回紹介するのは一宮エリア。阿蘇神社や門前町商店街などがあり、商店街からアクセスしやすい展望スポットや阿蘇五岳付近の休憩スポットなどがあります。ぜひチェックしてみてください。最初に紹介するのは、門前町商店街から比較的アクセスしやすい城山展望所。一宮から山並ハイウェイへと至る道の途中にあるため、九十や大分へ向かう方にもおすすめです。車で食事して展望スポットへ向かうと、阿蘇の田園風景と阿蘇五岳が一望できる、とても絵になるスポットです。二つ目に紹介するのは、阿蘇五岳のうち中岳と高岳のふもとにある潜水峡。この辺りに自生するおよそ5万株のミヤマキリシマで有名な景勝地ですが、眺めも非常によく、広い駐車場やトイレなどが整備されているため、テイクアウトを楽しむスポットとしてもおすすめです。3つ目におすすめするのは、門前町商店街から国道57号を西へ進んだ先にある道の駅阿蘇。阿蘇のお土産などが買えるのはもちろんですが、広い駐車場や清潔なトイレなど、ちょっとした休憩にもおすすめの場所です。最後に紹介するのは、道の駅阿蘇から中岳火口を目指す途中にある草千里展望所。駐車場は有料ですが、駐車場と展望台の間に設置されたベンチで草千里ヶ浜や烏帽子岳を眺めながら食事できます。もちろん展望台からの眺めも絶景で、阿蘇カルデラ一帯が見渡せるおすすめのスポットです。いかがでしたか？阿蘇市には他にもテイクアウトが楽しめるおすすめのスポットがたくさん。次回はいよいよ最終回、大分県との県境に位置する浪野エリアです。そばの里ならではの道の駅や他にはない絶景スポットをご紹介します。ぜひご覧ください。